長井同盟は日本の体育指導者、教育者。スウェーデン体操を軸とした学校体操教授要目の制定に尽力することで、教科としての体操の確立と発展に寄与し、体育教師の地位向上に貢献したことから、日本の体操の父と称される。また長方形のコートで行うドッジボールを日本に伝え、日本独自のルールを取り入れた人物でもある。同僚が取りまとめた、 学校体操教授要目は、学校体育指導要項を経て、学習指導要領体育編へとつながっていく。また同名が普及させた規律、訓練的な体と精神性は、学校体育の現場で、整列、号令、姿勢、統一的な動きなどの形で、現代の日本に残存している。明治元年12月18日、日立国茨城郡水戸城下の菓倉前にて、 長井道瓶の次男として出生した。長井家は、水戸藩士であり、祖父、清助と父、道瓶は、藩校、行動官の師範を務めていた。清助は、藤田東子といとこの関係であり、武道の達人であった縁から吉田松陰が訪ねてきて、しばらく自宅に滞在させていた。姉の夫は、水戸藩士、吉成又江門の孫誠の嬢である。こうした、 名門の家柄ながら、同病は、兄弟姉妹が住人いたため裕福な生活を送る、ことはできず、幼少期は巨弱体質であったという。1876年、下市小学校に入学する。父の中軍の大宮警察署への転勤に伴い、1878年に大宮小学校へ転校するが、翌1879年に、下市小へ戻り、 1882年に卒業した。当時の教育課程ではすでに体術、体操の名で体育の授業が行われており、同名は鬼ごっこ、竹馬、たこ揚げ、駒回し、相撲などをしたと10回している。特に大宮小時代によくやった竹のぼりと水風流の古式泳法を習っていたことから水泳が得意であった。下市小を卒業した後は、 茨城中学校へ進学した。自宅から茨城中までは坂道を含めて約一里ほどあり、これを全速力で駆け抜けて、学友や先生を追い越すのが楽しみであり、そうしているうちに心身が鍛錬されたという。茨城中では、ジョージアダムズリーランドに指示した星野久成が担当した学校体操に傾倒し、アレイやコンボを自作して、自宅でも鍛錬に励んだ。 その甲斐あって、体操の成績は100点満点で、運動会では優等賞を獲得した。他方で1884年に週休に熱中する、あまり平行棒で頭部を強打し6針抜うが多い、後遺症の頭痛2897年頃まで悩まされることになった。1886年9月に茨城中を卒業した同名は、 家計の事情で上京することがかなわなかったため、茨城市藩学校へ進学した。ここで、同名は、兵式体操と出会って、心身を丹念し、その成績が優秀であったことから、運動会や卒業式での兵式体操の式号令を担当した。一年生を途中で飛び級したことから、1889年春に、茨城県人城市藩学校を卒業し、 同付属小学校訓導に着任した。教員生活は1年で終わり、1890年に高等師範学校博物科に進学した。同名が進学した当時の講師は、募集する学科は年に一つだけであり、受験生が自由に希望学科を選ぶことはできなかった。入学早々、同名はテニスにはまり、 一学期の間に靴を二足も破るほどで教師の賞賛を集めたが、あまりにも熱中しすぎたため、自制のために二学期からはそれほど得意ではなかった、鉄棒に転向した。茨城市藩時代から練習していた、機械体操の毛上げの習得には3年もかかり、この経験が指導者になった際に役立ったという。不得意ながらも日々鉄棒に向かう同僚を、学生仲間は、 鉄座を承認とあだなした。また、講師では普通体操をつぼい道から学んだが、すでに水戸で星野久成に学んでいた同名はつぼいの癖のある動作を見抜いていた。1893年3月に講師を卒業した同名は4月より講師附属学校の助教有け訓道に着任した。この間、鳩山一郎が生徒として入学し、指導している。 博物家出身でありながら、博物学の授業を受け持つのは稀で、ほとんど体操の先生として奉職した。着任早々、6月から不評第一連隊に入営して6週間の兵営役を務め、教員復帰後は、兵式教練の教官も務めた。この年、同名は、政子と結婚している。なお、同僚卒業直後に、加納おじが、講師の校長に就任し、 志願者が希望学科を選べるようにしたほか、同名が受けた森有則以来の軍隊式教育職を排除するなどの改革を推進した。1896年4月2日、創立したばかりの奈良県人情中学校うねび文校に赴任し、教諭兼社会となった。その年の9月30日には、全校生徒を引き連れて、金剛山への登山に出かけたが、 麓のながらに着いた時点で生徒が疲労を困憊しているのを発見した。同名は生徒が朝食に茶がゆしか食べていないことを知り、保護者に朝食と弁当の栄養改善を訴えた。うねび文校がうねび中学校に昇格した1899年には初代校長に就任し、引き続き社官も務めた。同名校長は修身と体操の教師を務め、 毎月遠足や登山を実施し、放課後には教師らとテニス、生徒と機械体操や野球をするという生活を送った。そんなところから自然発生的に体操校長と呼ばれ、親しまれた。1900年、兵庫県の私学館で講師の先輩であった小森圭介の招きに応じて、兵庫県姫路中学校に転任し、校長に就任した。この間、姫路中に、 和辻哲郎が入学している。姫路中では学校の構成を託され、野球を禁止してサッカーや体操を奨励し、生徒が楽しみにしていた修学旅行を廃止して軍隊式の行軍に変更、吹雪の夢先がおとかする訓練や宇宙行軍、宇宙運動会を断行するなど体操校長の名をより強化した。行軍は生徒から不評で、 事前に発表すると欠席率が高まることから抜き打ちで実施していた。和辻は私の中学がみるみるうちに平式体操で有名な学校に課してしまったと表現している。こうした同名の教育は卒業生や元教員、保護者らの反発を受けることとなり、生徒から授業のストライキをされたこともあった。しかし時は日露戦争に向かい挙国一致が求められたため、 体操校長の方針は次第に受け入れられ戦争に動員された教師陣に代わって同名自らが人頭指揮を取った腕っぷしの強い生徒は同名に手なずけられて号令係となり上級生が下級生に鉄拳制裁を加えるという吸収は消滅していった1905年春には文部大臣久保田譲が来校し同名を激励したこの頃 同僚は、姫路の連兵場で鍛錬する兵士を眺め、その貧相な体格を何とかせねばと思うように、なっていた。こうした折に、欧米留学の候補生に選ばれ、1905年11月21日に、正式採用となった。採用日には、久保田大臣から直接訓示を受けるという異例の対応があり、国家のために任務を全うしようという強い決意が、芽生えた。 欧米留学が決まった同名は、和辻哲郎たちが受けていた英語の授業に参加して、語学の勉強をしたと言い,い、和辻は、そういうことが極めて無邪気にできる人であったと、記している。同名の欧米留学には、体操科の統一、すなわち当時議論が続いていた普通体操、平式体操に、スウェーデン体操を採用するかどうかが、中心課題として与えられた。当時、 体操の専門家が集って体操を及び、遊戯調査委員会が体操の統一を議論していたが、委員会は、スウェーデン体操を採用するも従来の普通体操も改良すれば採用できるという玉虫色の決着を図ったため、どちらの派閥にも属さない、新人物として、文部省から期待されたのであった。留学順路はまず先進国のヨーロッパを歴訪した後、あと、 新興国のアメリカへ渡るべしと解くつぼい言動派と、日本の教育に深い関わりのあるアメリカを先に、続いて、ヨーロッパへ渡るべしと解く高根秀夫派があったが、同名は、高根の案を取ることを決め、姫路中を辞して1905年12月22日に、横浜港からエンプレスオブチャイナでアメリカ大陸へ渡った。戦中で年越し、1906年1月3日に、 バンクーバー校に上陸、1月10日にニューヨークに到着した。そこで学ぶべき体育学校を探し、2月にボストン体操師範学校に入学することを決定した。ボストン体操師範は女子校であったため、男性の同名は客分という形で入学し、校長のエイミー・モーリス・ホーマンス・タクに寄宿した。ここで同名は生理学、解剖学、 教育心理学などの座学、病院での医療体操などを習得し、空き時間を見つけては IMCA、YWCA、体育館、公園などを視察、夏休みには、シャトークアの夏季体育学校で修練した。しかし、アメリカで行われていたスウェーデン体操に、同名はあまり共鳴しなかった。約一年半のボストン体操師範での留学を終えると、シカゴ、セントルイス、 ピッツバーグ、ワシントン DC、ニューヨークなど主要都市を歴訪し、1907年7月にボストンから出港、イギリス・リバプールに上陸、ロンドンのシェパーズ・ブッシュに宿を取って、イギリス国内を視察した後、同年8月にスウェーデンのストックホルムに入った。同名は同地で国立中央体操練習所に入学した。スウェーデンでの生活は午前中を 中央体操練習所で教育的体操と医療体操の実地訓練、軍隊体操や女子体操の見学にあて、午後は体育団体等の見学やスキースケートの練習を行い、夜は現地の軍人との交流や芝居の鑑賞などをするというものであった。ここで、ビアクや極夜に共談したり、時には注意、少尉らと飲み明かしたりする一方で、 スウェーデン体操の真髄、体操指導者のあるべき姿、ウィンタースポーツを学んだ。ルンド大学やスウェーデン体操の創始者、ペール・ヘンリック・リングの生まれた地も視察した。またスウェーデン滞在中の1908年に第4回オリンピックが、イギリス・ロンドンで開かれることを知り、急遽7月に都営して、感染、8月にドイツ・オーストリアに渡って、ベルリンやウィーンなど主要都市を歴訪。 ベルギー経由で10月にロンドンに戻って冬季競技を観戦した。オリンピック観戦を終えた同名は日本へ氷を先に送り、フランス、スイス、イタリア、コルシカ島、ギリシャをめぐり、1908年12月24日にエジプトのポートサイドから帰国の途に着いた。1909年1月27日、神戸港に上陸、2月4日に東京入りした。 同名の欧米留学は、スウェーデン体操の調査研究が、主目的であったが、公園や運動場などの体育施設や、都市だけでなく、地方にまで足を伸ばし現地の運動会を視察するなど、社会体育の状況の実態調査も行っていた。これが、後の国民体育論につながっていくのである。ロンドンオリンピックに向かう、途中の1908年7月10日に、 東京高等師範学校と東京女子高等師範学校の教授職を拝命していたことから、帰国後直ちにその任に就いた。一週間のうち月、水、金曜は東京講師で、日、日、土曜は東京女講師で教師をする傍ら、1909年3月13日には、体操及び遊戯取調べ員に、3月23日には東京講師の生徒館に任命された。 同名の生徒館時代に金栗四十三が東京講師に入学し、大谷武一は同名の着任を知って体育学の道へ進むことを決めた。帰国早々、留学の目的であった体操家の統一に向け同名は動き出し、同名が取りまとめた学校体操統一案は学校体操教授要目として1913年1月28日に、 文部省訓令第1号で発布された。また、同年、学校体操容疑を表し、極めて簡潔に書かれた、学校体操教授要目に関する理解を深めようと、多くの体育関係者がこれを読んだ。発布された要目を普及させるべく、同名は、東京講師、助講師の授業の合間を縫って、日本各地へ赴いて、講習を開いた。同名の、 学校体操教授用目普及活動により、日本中の学校に、スウェーデン体操の器具である六木、平均台、飛び箱が整備された。一方、本部である東京講師の教授として、雨休みの監修の廃止、4年間を通した体操教育の実施、独立した体育科設置に奔走し、東京女講師では女子体育にも関与した。同名は、 女子校であるボストン体操師範に留学していたものの、実際に女子に体育指導をするのは初めての経験で、入口くりのキビキビとした自信ある態度での指導に感服したという。また、東京女高市では部下の二階堂特養文部省留学生に推薦し、留学先としてマルチナバーグマンをスターバーグのキングスフィールド体操専門学校を指定した。この間、 同名は1910年に学生スポーツの技術主義、勝利市上主義や応援する者の大敗を有料する論文、運動競技回避とあいの希望を発表した。同年12月10日、16位に著されている。1911年には文明的国民用家庭体操という書を出版。その評判は当時皇太子であった大正天皇の耳にまで届き。 翌1912年3月14日に、同名は、東宮御所で、大正天皇に、家庭体操を披露した。また、1911年に、加納寺五郎が中心になって設立した、大日本体育協会では、東京講師体育部長主任として、役員を務め、各種体育競技の普及発達を図ることや、ストックホルムオリンピックへの日本の参加議決などに、関与した。 金栗四43がストックホルムへ旅立つ際には、総工団の一員として寄宿舎から新橋駅まで見送り、皇居の二重橋前で天皇陛下の追いつによって、若金栗選手に勝利の栄冠を餌しめた前と絶叫し、万歳三唱した。以上の経過を見ると、同名の教授生活は順風満帆であるかに見えるが、スウェーデン体操派の同名は、普通体操。 遊戯派の可能時頃、カニトクラと対立していた。特に1913年1月8日9日に、同名が鳥取市藩学校を視察した際に、同校教師の三橋菊を見出し、東京講師の教授に、スカウト、翌1914年12月26日付で3、教が、講師助教授兼付属小学校訓導に就任すると、 東京講師出身者ではない三教を引き入れたことに、対してガニを筆頭に普通体操、遊戯派は、猛反発した。この争いは、同名と可能の体育館の総意に橋を発し、次第に、学伐、派閥構想へと発展、身に語るも、忌まわしき相当と波乱と、表現されるほど壮絶なものであった。ただ、両派とも、体育によって、 国家の身長を図る人物の東野を目指すという根本的な意識は共通していたのである。東京女高市では同名自らが期待して留学に送り出した二階堂特与が同名とは違うものをスウェーデン体操から学び取って帰国したため対立することとなり体操儀も同名が担当するクラスではブルマー二階堂が担当するクラスではチュニックと差が出ていた。 同僚と二階堂の対立中に、東京女講師で教えた生徒に、徳良春がいる。第一次世界大戦後の欧米体育の視察のため、1920年6月、同僚は再び欧米への外遊に出た。この頃、同僚は、日本の学校体育会の大長老的存在であり、東京講師から視察にかかる費用を同僚に支給する、予算が組まれていたが、 カニの反対で執行できず、同名は東京講師を休職して、自費で出発せざるを得なくなった。これに対して、講師の学生は、カニが受け持つ、競技科の授業を、文科、理科の者は全員でボイコットし、体育科の42人は、授業を自習とする案を、校長の三宅米吉に提案、三宅は2ヶ月間の自習を認めたという。同名は日本から、 太平洋を横断して、アメリカに入り、ニューヨークで、カノージゴロウ一行と合流、大西洋を渡りイギリス・ロンドンを経由して、ベルギー・イリシ、アントワープオリンピックを観戦した。オリンピック観戦を終えた後は単身オランダを訪問し、カノーとサイド合流して、ドイツのベルリン、ドレスデン、チェコスロバキアのプラハを巡った。プラハでカノーと別れ、ヨーロッパ各国を回って、イギリスに戻り、 1921年1月、アメリカ・ニューヨークへ渡った。アメリカ中をめぐって、西海岸にいたり、ハワイ経由で5月に日本へ帰国した。帰国した同名は、東京講師、助講師の教員に復帰したが、職会は講師となった。1921年12月、同名は、三橋菊夫と、大日本体育同士会を立ち上げ、 1922年1月には、帰還し、日本体育を創刊した。この頃、東京講師の体育科教員らは、体育学会を結成しており、帰還し、体育と競技を発行していた。日本体育と、体育と競技は、競合関係を続けたが、1926年12月号をもって、日本体育は、休館、大日本体育同士会は解散した。 結局、三教は、東京講師の派閥争いの犠牲になる形で離職を、余儀なくされ、その後デンマーク体操を学んで、普及活動をするが、学校体操教授要目を盾に取った、文部省の圧力を受けることになる。同名は三教の退職問題もあり、1922年に東京講師を退職し、翌1923年3月には、東京女講師も退職した。 同名は自助伝に、スーの感想もあるがと記すも、派閥争いについては何も書き残していない。同名が派閥争いに敗れたのは、同名が単に体操を取るか競技、遊戯を取るかという教材の選択をめぐる相違であると捉えたことであり、学校体操教授要目に、時代的要求をどう読み込むかという問題を深く、洞察できなかったことにある。 派閥争いに勝利した側の普通体操、遊戯派も、1920年1月に加納が、がん退職、1921年9月に、カニが、教授職を降りて、講師となった後に、1923年4月に、退職している。こうして、同名、三橋、加納、カニが去った後の東京講師の体育系教師陣は、大谷武一、二宮文右門、 宮下牛太郎、佐々木人志、野口玄三郎ら体育を専攻した東京講師出身者のみで占められることになった。一方の東京女講師では二階堂特有の方が孤立する形となり、1922年3月に二階堂が退職している。東京講師、女講師を去った同僚は、周囲の勧めもあり、松平よりことぶきが創立したばかりの、 本郷中学校に教頭として1923年4月に赴任した。教頭とはいえ、実質的には校長職を代行しており、全人教育としての体育という理想の実現に向け奔走し、更新育成に乗り出した。教頭ながら自ら体操科の授業を担当し、教頭就任から5年ほどは東京府内の学校を巡回して、学生指導に明け暮れ、 東京女講師にも従来道理衆2回通っていた。1932年、体育功労者として、文部大臣表彰を受けた。この時の文部大臣は、講師附属学校時代の教え子である、鳩山一郎であり、鳩山から表彰されたことを、同名は喜んだ。1940年10月には、厚生大臣、金光道夫から、 日本初の体育功労者として表彰された。同年、本郷中を退職、およそ半世紀に及ぶ、教師生活に終止符を打った。その後、同名の教え子らの寄付で、本郷中の隣地に長居体育館が建設され、協議の結果、本郷中の所管施設となった。同名は、本郷中の顧問に就任し、長居体育館を通して、 本郷中の教育に関わり続けた。晩年の長い同盟本郷中京都を辞した、同名は、自伝の執筆に取り組み2年かけて、原稿を完成させたが、観光は叶なわなかった。1941年、カラフト、琉球への旅に出た。その翌年の1942年には、悪性貧血のため、東京帝国大学医学部附属委員に入院し、一命を取り留めた。 太平洋戦争が激化する中でも同名は、阿佐ヶ谷の自宅に住み、長野県に疎開していた孫に3度面会に赴き、豆に手紙を書き送った。面会時には児童に混じって、カンプ摩擦に参加し、自ら、ハゲ頭を磨いて、子供たちを笑わせたという。1945年4月の東京大空襲で、戦災に遭い、ついに、阿佐ヶ谷を離れ郷里の水戸市に住む、 姉の家へ移ったが、不運にも、同年8月の水戸空襲で、再び戦火に巻き込まれ、水軍船日立大宮駅から四里ほどの日の木、沢村の木慶宅で、曲がり生活を始めた。この戦争で、同名は養子氏を亡くした。日の木沢で終戦を迎えた同名は、戦後の食糧難に直面しながらも健康体で、炭焼きを見に山に登ったり、知人を訪ねて、 家や学校へ徒歩で出かけたりと行動的な生活をしていた。特に孫が鳥の小山城神社へ遠足に行った際に足を腫らしたというのに、別の日に同じ道中を歩いた同名は何ともなく、やはり体育家だったのだと孫を驚かせたという。1947年1月1日に東京へ戻り、駒込の松平より明邸に身を寄せた。 ここで自伝の再執筆に取り組んだが、帰郷から2年も経たないうちに貧血を再発して、ほぼ寝たきりとなった。それでも見舞いに訪れた教え子に、体育会の情勢を尋ね、体育雑誌を見せるよう求め、日本の体育を気にかけていた。1950年12月13日午前0時50分、駒込の自宅で成居した。満81歳という長寿であった。 遺言により同名の遺体は東京大学で解剖され、死因は老衰、脳の血管に多少の効果性が認められたものの、特に異常はなく、心臓は50代並みであることが判明した。長い体育館で体育葬が行われた。同名の残した自伝原稿は、葬儀に寄せられた光電を利用し、以降、長い同名自助伝として体育日本社から出版された。 ミッド出身者らしく、自他共に認める、頑固一徹な人物であった。このことから人に恨みを買ったり、誤解されたりすることも多かった。体操校長として、名を馳せた、うねび中、姫路中時代は、県立学校の校長にもかかわらず、知事も県議も眼中になくと書いており、自らの道を貫き通した。そのせいで生徒に授業をボーイコットされたこともあるが、 同名は生徒を責める気にはならず、自らの微力を嘆いた。ただし、当時の姫路中の生徒であった、和辻哲郎は表だった、反抗運動や、同盟休校は一度も起きなかったと10回している。また、欧米留学が決まった同名は、極めて無邪気に、和辻ら生徒に混じって、英語の授業を受けていたという。同僚に呼ばれて、東京講師の助教授となった、三橋菊は、 頑固のようであって、しかも他に耳を傾ける、弾力性のある先生と評し、体育学者の今村義雄は、頭脳面積で一徹で、信念には強かったが、政治性に乏しかった、活達重王に振る舞ったと評した。東京講師の学生からは慕われていたようで、1920年の欧米外遊の費用が、蚊に特の反対で支給されなかった際には、学生が、 カニの授業をボイコットしたり、授業を自習とすることを校長に実記そして認めさせたりしている。教え子の野口玄三郎は、1920年の欧米外遊の際に、同名がスウェーデン体操に限られた自身の考え方に何か新しいものを加えたいと考えていたことを同情した戦中で聞いており、この外遊を通して、 可能と強調できていれば、さらに中央で活躍できたであろうと述べている。モットーは、時間努力イコール成功であり、教え子にも語り聞かせた。授業に臨む際は、いつも、純白のシャツとズボンを身につけ、ほんのりと香水をつけていた。香水の件を学生に指摘されると高らかに、笑いながら自分に匂うためにつけているのであり、人に匂うのであれば使い方を間違っていると答えたと。 言う。身長は五尺五寸ほどでそれほど高くなかったが、骨格はたくましく、胸板は厚く、眉は太く、頬骨と顎が張っており、白で統一したシャツズボン、靴、体操棒を身につけた姿は、東京講師で体育人を目指す若者の憧れの的であったと、野口玄三郎は語っている。スウェーデン体操はリングが創始したもので、教育体操。 軍隊体操、医療体操、芸術体操の4つに分類される。同名が欧米留学中に学んだスウェーデン体操は国により、時代により、指導者により異なるものであった。本国スウェーデンではリングの死後、個々の運動の生理学的な観点の厳密性を重視するリング主義と自然的でスポーツ的な要素を加えた自然的方法の2杯に分かれた。 その中から同名が学び取ったスウェーデン体操の真髄は人本くらいの体育主義、すなわち体育を教授する対象者の心身に応じた運動方法の選択、対象者の全人教育のために運動材料を完全にし、その実行を統一すべしというものである。よって同名は体操の技術や用務、教授法といった形式的なものにとらわれるべきではないとした。同僚が スウェーデン体操に傾倒したのは、学生時代の講師や入営経験で得た森有紀の,の思想を体現する上で、科学的根拠を持ちながらも規立、訓練的な形を強調するスウェーデン体操が、ふさわしいと考えたからである。これはスウェーデンでは、陸海軍の将校が訓練に、スウェーデン体操を用いていたからで、日本にも適合すると同名は考えたのである。中でも、 形式的、確一的な体操である、リング主義を採用した。指導法の面では、スウェーデンで学んだにもかかわらず、同名は、スウェーデン式に共鳴せず、むしろ、ドイツ式に感銘を受けた。すなわち、リーダー主義と教師の心身師範の態度であり、 指導する者が指導される者の,の前で選ぶらず、自ら率先してて本を示し、生徒を先に休ませて教師は後で休むという姿勢である。これは日本古来の名称、名君に相通じるものである。そこで留学から帰国した後の同僚は、自らの常服を詰めり、背広と定め、これを脱いで活動状態に身を置くことを決意したという。 長い同盟の指導を受けた、岡部平太は、形式一点張りなスウェーデン体操を、いやというほど強制された、来る日も来る日も雨の日も風の日も、なぜこんな奇妙な形式的な役にも立たない、身体運動を強制させられねえばならないのかと思い、スウェーデン体操を非難していたが、体育指導者となって、スウェーデンへ行ってみて、スウェーデン式はおそらく未だ一度も、本当の姿を日本には表さなかったのでは、 ないかとさえ思うという感想を教育大学新聞に寄稿している。学校体操教授要目、学校体操教授要目は1909年に留学から帰国した同名が中心となって取りまとめ、1913年に発布されたものである。教育現場で混乱していた初体操の整理統一を目的とし、現場での実行案として提示したものであるため、 体操の理想案を示したものでも、新たな体操の姿を示したものでもない。スウェーデン体操に主要部を依拠しているものの、同名は、日本の学校生徒を本位として、要目を策定したので、外国のどの国の方式でもなく、強いて言うなら、日本の学校生徒式だと述べた。同名が主張する、学校体操教授要目の要点は、以下の通りである。スウェーデン体操の採用から、 体操と称されるものは大部分をスウェーデン体操の考え方に依拠した。ただし新しいものはほとんど加えず、懸垂、跳躍は従前の軍隊体操から取るなど、すぐ容易に実施できるようにした。教練の統一従前に準備、秩序、隊列、兵式など、様々に呼ばれていたものを教練と名付け、第一に不評争点に依拠することとした。 遊戯の拡張を従前に行われてきた遊戯はほぼ踏襲し、その中に競技を競争遊戯として、ダンスを、行進を、主とする遊戯として含ませることとした。柔道、剣道の成果への採用柔道、剣道を体操化に加えるかどうかは議論になっていなかったが、同名の英断によって成果に加えられた。これは同名が明治維新後に柔道、 剣道が衰退したことを不思議に思っていたことと、すでに柔道、剣道が学校で広く行われていたことによるものと本人は述べている。なお、同名は、激剣を剣道に解消することを主張した。その理由として、目的にかなった名称とすべきであること、激剣が技術変長の器具があったこと、柔術が、 柔道に解消して近代化に成功したことの3点を挙げたが、内実は東京講師体操科の責任者として講師が使っている剣道の名称を主張する必要があったことによる。学校体操教授要目に見られる同名の体育館をまとめると以下のようになる。この中で現代に通じる重要な点は、学校体育をフィジカルトレーニングと結合させたことである。 学校体育の目的は、服従精神の寛容から、教師と生徒の関係を命令と服従の関係と位置づけ、医師の訓練と規律を強調した。個人の体力、医師の国家への結合、個人の体力低下は、国家の危機であり、国家に、個人は従属すべきである。訓練のためのスウェーデン体操スウェーデン体操は、個人の体力、医師力を訓練する上で、 最も合理的で、遊戯も、体操と同一原理で考えられる。同名の、学校体操教授要目は1918年以降、限界が見え始めた。教師と生徒の関係を命令と服従の関係でしか、捉えなかったこと、スポーツが流星したこと、大谷武一らによる指導法の改善が進んだことが、主な要因である。このため、 学校体操教授要目は2度改正され、3度目の改正時に体操課から大連課に科目名を変更した。そして第二次世界大戦後の1947年に学校体育指導要項となり、学習指導要領体育編へとつながっていく。しかしこれらの改正作業に同名は関わっておらず、議論ばかりしていないでまず実行し、 実行してみて悪いところがあった時に、初めて内容を改善すべきだと主張した。国民体育という用語自体は、明治20年代半ばに日本体育会が使用し始め、明治30年代には国会でも使用されるなど、政策にも取り入れられた。同僚は、体育という言葉が、学校体育のみを意味すると一般に解釈される、当時の状況に対し、家庭、学校、 軍隊、社会の4つの体育が連携、相互補完することで強権な日本国民の体が育成できると学校体操容疑で主張した。欧米人は、個々人の体育への意識が高く、公共施策が明確で、社会体育が組織化され、社会体育と学校体育が連携し、音楽を流して楽しく体操を行っているという状況を欧米留学を通して学び、 日本にも国民体育を普及させようとしたのである。同名は明治維新以降、武士がいなくなったことで国民体育がなくなってしまい、徴兵検査の成績を見ても日本人の体力は低下しており、日本が20世紀の文明社会で生き抜くためには国民体育に維新を起こす必要があると考えた。要するに国力の基礎を国民の精神と体力の増進に求めたのである。 国民体育の方法として、年齢、性別に応じた体育法が必要と説いた。年齢は、少年、青年、壮年、老年の4つに区分し、少年は遊戯を重視しこれに体操を加える。青年は最も強めの体操を行い武術も取り入れる。壮年は仕事に忙しいため朝晩に少しでも時間を取って、各人の体力、趣味に応じた運動を行う。 老年は、散歩や庭掃除、植木いじりなど毎日平均した運動を行うべしと、した。少女の体育については、両妻建母教育のためだとして、少女の遊戯に干渉することは、もってのほかと断じ、欧米のように子供の遊戯を奨励すべしとした。さらに、万全と運動したり、興味、実用にとらわれて運動したりするのではなく、この運動をすることで、身体、 精神にこのような効果があるという目的にかなった運動をすべきであると説いた。同名は美人について持論を展開している。同名は心の美人とは心身一致の関係から円満なる体から出るものとして心身一致の収容に舞い踊りダンス、作法などが最良であると説き心の通りに体を活動させるのが体育上の美人であるとした。 そして体育上の美人は道徳上の美人に一致すると述べている。東京女高誌では女性の化粧についてあまり目立たぬ薄化粧こそ真の女性の化粧であると女子学生に語った。家庭体操同名は老若男女、屈強の者のにも巨弱の者のにも体操が大切であると考え、1911年に文明的国民用家庭体操という書を出版した。 すなわち国民体育の一環として家庭体操を位置づけたのである。この本の評判は海軍兵学校の校長であった山下玄太郎を通じて大正天皇の耳にまで届き、1912年3月14日に同名は東宮御所に招かれ大正天皇の前で家庭体操を披露することになった。大正天皇は作用にするかと述べ、それ以来、 家庭体操を実践したと当時の東京朝日新聞が報じている。道明の家庭体操は改良を加えた上で海軍兵学校の朝の体操として採用されたほか、後のラジオ体操の源流となった。道明の家庭体操は1日15分、運動、冷水浴、摩擦、空気浴を日課とすることを推奨するものである。 これを忙しい日常に取り入れることで活力が保たれ、心身が健康となり、すべての仕事に耐えうるようになると説いている。冷水浴は皮膚を断念し、運動後の体を清潔にし、爽快感を得られるものとしている。特に仕事で忙しい少年は、家庭体操をすると良いと説き、中流階級の人から実践することで、仮想階級まで普及させることが望ましいと考えた。 大日本体育協会役員、オーギュスト・ジェラールからオリンピック参加を打診された、加納治五郎は、日本体育会の加納久木に、圧戦の交渉を行うが失敗に終わり、当時スポーツが盛んであった、東京帝国大学総長の浜尾信、早稲田大学学長の高田さなえ、慶応義塾塾長の鎌田栄吉に呼びかけて、体育団体の設立を図った。その結果、 東京帝国大学初期間の中村京平、早稲田大学教授の安倍伊藤、慶応義塾講師の飯塚国三郎、そして東京講師の長井同盟、カニトク、カノージ五郎が集まって、1911年7月に大日本体育協会を創立した。創立時の役員の中で、オリンピックを実際に見たことがあったのは同僚だけであり、日本のオリンピック参加という課題に対して同僚は、 うってつけの人材であったと言える。同名は、創立から1915年までと1927年に、理事、1913年から1925年までと1929年から1933年まで、表議員を務めた。大日本体育協会の最初の事業である、国際ユリムピック大会選手予選会では、同名は、幹事として臨み、 1912年2月15日の代表選手選考にも参加した。また同名は大日本体育協会の規約原案を作成し、1912年5月11日の決議を経て正式な規約となった。ただしこれはストックホールムオリンピックに選手、役員を送り込むための暫定的なもので、1913年9月26日に改正された。 ドッジボールの普及活動ドッジボールという競技、そのものは、カニトクと、つぼい言動によって1909年に日本に伝えられていたが、当時のドッジボールは、円形のコートで行い、防御側の選手はボールを取ってはいけないルールであった。これを、方形のコートに変え、日本独自の球技へと進化させたのが、同名の功績である。道は、を国家の 実力要請に対する基礎を築くという教育的価値を有するものと捉えており、ドッジボールにその価値があると考えたのであった。同名は、欧米留学中のドイツベルリンの小学校で、たまたま方形のコートで、子供たちが楽しそうにドッジボールを行っているのを見かけ、教育的価値を見出した。方形のコートは1917年に、同名が日本に伝えた。 ベルリンの小学校では室内競技として行われていたが、同僚は日本の国情には屋外の方が適していると考え、屋外競技に変更した。またことあるごとに講習会や実地授業などの場でドッジボールを指導し、普及に努めた。さらに二度目の欧米外遊の際にドッジボールのさらなる研究を行い、日本に帰国後、 自身が会長を務める東京府体育研究会で1年4ヶ月かけて議論を重ね、1924年にデッドボール競技規定を制定、防御側の選手がボールを受け取ることができるルールに改良した。こうしてドッジボールは日本独自の球技となり、この意味ではドッジボールの考案者は長い同盟ということになる。同名がドッジボールを伝えた頃には一般に、 デッドボールという名前で呼ばれており、これをドッジボールに変えたのは大谷武一である。同名はデッドボールという名称にこだわりがあり、ドッジボールに変えられたことを軽率だと批判している。その理由として、これまでにデッドボールとして発展し広く行われてきたこと、ドッジボールのドッジが身をかわすという意味であり、ボールを受け取ったり、外野からコートに復活できるなどルールが、 複雑化して身をかわす以上の競技になった現状ではボールに当たってアウトとなるという意味のデッドボールの方が適していることを挙げている。デッドボールをドッジボールに解明されたことに同名が反発したのは公安者であることから当然であり反発するほどに同名はこの競技に並々ならぬ思いを持っていたことが伺える。 大谷がなぜドッジボールに改名したのかは不明であるが、一説にデッドという語から来る、危機感、現代風に言えば言葉狩りであるという。スキーの普及活動同名は日本にスキーが伝わるより前にスウェーデンでスキーに関心を持ち、子供たちに混ざって練習をした。その模様を現地の新聞が日本講師の杉村トライチがスキーをする様子として、 写真付きで報道してしまった。この語法はしばらく訂正されず、スキーをする日本講師としてしばらく引用され続け、その後、講師書期間の写真として利用された挙句、ようやく日本からの留学生、長井同盟として大陸雑誌に掲載された。この一件もあってか、杉村講師はスキーを大日本帝国陸軍に普及させるべく、 陸軍大臣の寺内正武にスキー用具を送り、寺内は新潟県高田市の第13師団にスキー研究を命じ、ちょうど来日中であったテオドールエイドー,オーラー・フォン・レルヒが1911年に同師団にスキー技術を指導し、これが日本のスキーの発祥となった。こうして同僚はスキー技術の普及に間接的に関与したことを喜ばしく思っており、 晩年にはスキーが広く普及していたことに、狂気の外はないと感想をしたためている。スキーをする、長い同盟同僚がスキーを習得したのは単に、興味を持っただけでなく、冬を嫌って屋外に出るのを拒む、日本人に、寒い冬こそ屋外へ出てできるように、スキーを普及させたいという思いがあったからである。要するに、国民体育の手段として、スキーを利用しようと考えたのである。 1909年2月27日に東京講師で開かれた基調歓迎会の席で氷滑りの話をしたといい、これはスケートスキーであったとみられる。続いて1910年12月、井口アクリラの要請で秋田県で体操講習会を開き、その際にスキーを実施した。このスキー講習は当初から予定されていたものではなく、 体操講習会の空き時間を利用して、参加者のうちの数人が恐る恐るスキー板を履いて、雪の上を歩いてみたという程度であった。翌1911年1月には、山形県入りし、新庄や赤湯でスキーを指導し、山形県立新庄中学校ではスキーが教育に取り入れられた。この時、同僚は負傷している。同月22日、同僚は、 時事新報に寄稿し、冬の遊戯と題して、スウェーデンのソリ、スキースケート事情を紹介し、レルヒによる指導より先に、東京の人々にスキーを伝えた。さらに、翌1912年1月には、岩手県、青森県、秋田県、山形県の順に回り、スキーを行い、青森でのスキー講習は、東欧日報で写真付きで報じられた。同年のスキー講習は、 スキーの奨励、普及が主目的で体操指導が重であった。しかし、同名が伝えたストックを2本用いる日本ツスキーは東北地方に普及せず、第13師団が講習で広めた一本ツスキーが浸透した。その後も本郷中学校にスキー部を創設し、毎年12月に妙高高原の池の平らで生徒と共にスキーを楽しんだ。 サッカーの奨励と野球外ロン同名は茨城中在学時に週休に熱中するあまり平行棒の下をくぐり損ねて頭部を強打6針抜けがを負ったほどのサッカー好きであり姫路中の校長時代には体操の授業で同名自ら生徒にルールを説明し試合をさせたしかし生徒の間でサッカーは流行せず生徒は 機械体操に関心を示したので、以来同名は姫路中でサッカーの奨励をピタリとやめてしまったという。その後、1917年創設の東京集球団の初代団長に就任し、1921年設立の大日本集球協会では理事を務めている。野球に関しては、うねび中高長時代は生徒と楽しんだが、 姫路中校長に就任した翌年に禁止した。当時、姫路中の生徒であった和辻哲郎は、運動場が狭く野球ができなかったことも、理由の一つであったかもしれないとしつつ、主な理由は、長井校長が野球を好まなかったからと述べている。禁止した野球の代わりとして同名はサッカーを、奨励したのであった。また、1911年に、 東京朝日新聞が連載した野球とその外読の第7回に同名が登場し野球外読論を肯定する論人を張っている。この中で同名は野球は面白いので学生がふけりやすく時間を駆使し体を疲労衰弱させるので野球選手は学科ができないと切り出し野球が勝利史上主義に陥って相手選手にヤジ 暴言を吐いたり妨害したりするなどの言動が見られ、一部の選手のみが活躍し、他は見物に回り、最終的には入場料を取るなど商売と化しており、心身の鍛錬という本来の運動の目的から、すれば堕落していると批判した。日本の野球は、アメリカ西部とにただ楽した野球であり、アメリカ東部やイギリスで行われているクリケットや、週休は堂々として、礼儀正しく、 負けても失望せず、勝っても泣いたり笑ったりしないと語った。特に入場料を取ることを問題視し、これは日本の法律上、工業にあたり、教育上問題で野球を利益主眼とする学校は論外であり、その犠牲となる学生が哀れだと述べた。同年9月16日には、読売新聞社主催の野球問題演説会が開かれ、押川俊郎らが野球外毒論に、 反対の立場から演説したほか、同名も野球の数勢を論じたという。同名が取りまとめた学校体操教授要目の中では、フットボールは競争を主とする遊戯の例として挙げられ体操科の授業で採用すべきとした一方、ベースボールについては体操科教授時間外において行うべき小運動の末尾から2番目に取り上げている。マスゲーム同名は、 マスゲームでも全国的な存在であった。第3回極東選手権競技大会では、東京講師の生徒800人を率いて、マスゲームを指揮し、号令はマイクなしの地声で言った。陸軍富山学校教官であった大井宏氏は明治神宮競技大会にマスゲームを採用することを主張し、第2回大会に初めて行われた。この記念すべき、 最初のマスゲームで指揮を取ったのが、長い同盟で広大な明治神宮外苑競技場の正面指揮台に立ってマイクなしの地声で指揮号令をした。このマスゲームは、東京市とその近郊の小学6年生男子児童6400人を80人80列に編成し、9種類の体操を15分演じるというもので、予行演習なしの一発実施だったにもかかわらず、 一し乱れぬ動作に観客は涙を流して拍手を送ったと伝えられる。本郷中の生徒を率いてマスゲームを行ったこともあり、同名の国別式で本郷学園の卒業生総代がマスゲームの思い出を語るなど、同名のマスゲーム式は本郷中の生徒にも深く心に刻まれるものとなった。第2回明治神宮競技大会では、カニトクも 女子中等教育学校の生徒4900人を率いたマスゲーム明治天皇昇華ダンスの指導を行っているが、号令は池田坊が言ったという。かには同名のように号令に慣れていなかったからだと推察されている。ありがとうございます。